宇宙、それは最後のフロンティア。これはちびっこ天才教師レベッカ宮本とその生徒たちが修学旅行先の京都で巻き起こす愛と笑いとスペクタクルに満ちた物語である。お疲れ様です、館長。毎度お見事なナレーションです。そうか、おだてには乗らんぞい。しかしまあ、これがないと始まらんからな。あ、というわけで目標ですが、修学旅行と称し集団で京都というポイントに移動のために東京駅に集結しつつある模様。何？京都だと？は、京都とはかなり強そうなモンスターだな。恐怖の京にウサギの都で京都。ホーリーグレイルか？指名です、館長。何？恐怖の京に都市の都で京都。サザンクロスか？日本の都市です。地図をご覧ください。なるほど。修学旅行に京都とはかなり典型的なスタイルだと思われますが、どうしますか？もちろんデコイミちゃんのバックアップが最優先だ。我々も京都へ向かうぞ。油断は禁物だぞ。はっ。これより我々は目標の先回りをし、ワープ3で京都の軌道上へと向かう。エンジン始動、ワープ3、京都へ。現在オーストラリアシドニーの直上です、館長。ん？行き過ぎました。分かってるなら戻れ。パニポニ始まるよ。うわーい、京都だ京都だ、修学旅行だ。まは京都と言えば、京都といえば、京都といえば嫌な予感。カニ、カニの踊り食いよ、カニと一緒に踊るのよ。京都にカニはいないだろう。あと踊り食いの意味を間違えてる。カニ、嫌な予感。京都ったら千年の歴史を誇る陰謀と怨霊ばっこの都。何それ、食えるの？やっぱり嫌な予感。ったくうるさいな。庶民は修学旅行ってだけで騒げて羨ましいね。あれ、ベッキー目が真っ赤だ。最近花粉症でな。あー、ベッキー、さてはお主、昨日楽しみで眠れなかった口だな。違う、あ、バカやめろ。手つかむな、振り回すな、危ない。で数えたかわからなくなりました。すまん一条。わーい、ベッキー悪い子だ。お前のせいだろ。しかしベッキー、やけに大きな荷物だな。何を持ってきたんだ？あ、ダメ。うわ、全部お菓子だよ。すごい、宝の山だ。返せこのお金ポンチ。姫子の持ち込みより多い。これから行く京都メーカーまで入ってる。必然性がわからんな。予習に。やっぱり楽しみにしてたんだ。うるさい、楽しみになんかしてない。してるよね。してるな。浮かれてるのは自分じゃ、もろ見失ってるじゃん。よし、みんなで山分けだ魔法。食べようと思って持ってきたのに。修学旅行のしおりにおやつは500円までって書いてあるだろう。だって、はい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 、修学旅行のしおりには絶対服従ということで、
それ以上は私たちが食べてやる。ねえ、まで宮本先生、出席確認は取れましたか？出席？あ、さっき一条が数えてたっけ。一条。はい。あ、C 組の出席確認取れたか？出席？さっき数えてただろうが。さっき数えてたのは早乙女先生の余命ですよ。余命？ほほう、こいつあと何年生きるんだ。宮本先生、ほら、お前ら並べ、出席取るぞ。人の話を聞け。これよりベッキーの持ってきたお菓子を分けるので、 C 組の生徒は並ぶように。おお、一瞬にして生徒が整列した。それでは出席を取ります。うわ、お菓子が、私のお菓子が。何が文句が？いえ、ありません。はーい、皆さん、お発表。浅沼ワイド情報局のウクレレ桜子です。今日は東京駅のホームから修学旅行の雰囲気をお届けします。うっせー、お前ら黙れ。あとお菓子買えて。早速修学旅行に行かれる学校の生徒さんたちがいました。桜子、早速インタビューしちゃいます。お発表、浅沼ワイドリポーターのウクレレ桜子です。ちょっといいかしら？なんだお前は。あなたたち、これから修学旅行に行くんだよね。学校はどこ？テレビか。今忙しい。魔法？魔法？はいはーい、桃月学園1年 C 組、片桐ひな子でーす。ねえねえ、これって生放送？魔法。何をするんだ。ひな子ちょっと来い。ちょっと、私これをきっかけにスカウトされてアイドルになるんだから邪魔しないで。お前のバカはこれ以上全国放送で晒せるか。いいから来い。うわー、アイドルになって温泉レポーターになって、それでカニをいっぱい食べるんだ。気を取り直して、こちらのお嬢さんたちにもインタビューしてみましょう。あなた、さっきの彼女たちと同じ学校よね。はい、1年 C 組、上原美也子です。ほらほら、一条さんも。はい、一条です。これはウサギです。メソメソしますよ。ほら、やめて、耳を触らないで。個性的な人が多いのね。あ、まともそうなそこのお嬢さん、すごい荷物ですね。ああ、これは着替えです。着替え？そんなに？芹沢さん、こんなに衣装を持っていくのですか？せっかくの修学旅行だしね。ちょっと多かったかな。おしゃれなんですね。あら、カメラね。ごきげんよう、1年 D 組、南條美沙夫よ。ああ、よせ。私をカメラの前に出すな。面白そうね。私も混ぜて。1年 A 組、五十嵐美幸です。現在彼氏募集中。ほら、お前ら何やってんだ。五十嵐先生まで悪乗りしないでください。ちょっとぐらいいいじゃない、ケチ。良いではないか、良いではないか、良い良いと。仲良きことは美しきかな。そう言いながらカメラの前に仁王立ちとは、ジジイも侮れねえっす。うるさいわい、ベホイミ。ヒー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 のヒーッベッキー、隅っこにいないでテレビに映れば。こっちは担任のレベッカ宮本先生です。通称ベッキー。パニポには登場人物が多いからな。つまりはここでキャラクターに自己紹介をさせたいわけだな。あ、浅沼ワイド情報局でした。ガットガット、なん
だよこれ、全然使えないよ。だって登場人物が多いって、宮本先生はちゃんと全員の名前覚えてるんすか？当たり前だろ、先生だぞ。体育教師と一緒にすんなよ。何言ってるんですか宮本先生、生徒の名前覚えるなんて基本中の基本ですよ。いや、まったくじゃ、何をくだらんことを言っておるのじゃの、五十嵐先生や。うん、そうよ、教師をからかうもんじゃないわよ。ほら、新幹線に乗り遅れるわよ、ホイミちゃん。ベホイミス。本日は TR 西日本をご利用くださいまして誠にありがとうございます。この列車は野々見号京都行きです。途中の停車駅は静岡、名古屋と道頓堀です。続いて車内のご案内をいたします。あ、富士山見たいな。まだかな。はあ、宮本先生は富士山に興味がおありかな。ほら、私ずっと海外だったから。うわ、トンネル入った。トンネル抜けたら富士山見えるかな。かもしれんの。トンネルは抜けるとそこは雪国だったと言ってな、トンネルを抜けると突然景色が変わって別世界に来たように思うこともよくあることなんじゃ。ほう、ほんで、このトンネルを抜けるとどんな世界が待っていることやら楽しみじゃの。それから、え、それだけじゃか。ネタなし。あー、つまんねー。へい、とも、わしをなんだと思っておるんじゃ。いつもいつもネタなんと用意しておらんわ。え、使えねえジジイだな。なんだと、貴様みたいな小わっぱに富士山の美しさが理解できてたまるか。もうろくジジイに言われたくありません。ピー、あ、トンネルが終わる。ほほほ、綺麗な景色。電車の旅って素敵。ああ、トンネルを抜けるとそこは見知らぬ土地なのね。なんだか眠くなっちゃうな。まあまあ、わかんないし。窓を開けてくださいな。新幹線の窓は開かないんだよ。だったら実力行使します。私は寒くないです。それにしてもひどいです、姫子さん。何がよ、今日はやけによく喋るじゃないよ。せっかく姫子さんのために新しいレクリエーションを考えてきたのに置いてくなんて。レクリエーション？何？これです。何これ、ダーツを投げて当たったところに書いてある商品がってやつ。そうです、すごいでしょう。いや、どっかで見たことあるよこれ。一等景品はなんと四輪駆動自動車。ハズレはたわし1年分ですよ。ますます聞いたことあるような。でも商品もらえるんならやってみようかな。商品は他にプラズマテレビや折りたたみ自転車も用意してあります。よし、狙っちゃうぞ。あ、そうそう、当たった商品は残らず食べてもらいますから。食べ、なんですって。うわ、外れた。残念でした。はい、たわし1年分です。たわし1年分って、これ食べるってあの。さあ召し上がれ。ほら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 、助けて助けて。あの、
なんだか姫子さんがうなされてますけど。ああ、そうだな。起こした方が良くないですか？寝てても面倒なのに、起こしたらもっと面倒だろ。やめろ、やめろ、一条！やめろって言ってるけど。私は何もしてませんが。夢に反応するなよ。たわしなんて食えねえ。うわ、楽しそうじゃないか。アホ毛がしおれるまではほっといても平気だろ。レイさんがそう言うならいいんでしょうか。うん、せめてプラズマテレビが食べたかった。13番線ホーム、13番線ホーム。あ、ここだ！みんなおはよう！くるみちゃん到着！ギリギリ間に合ってないじゃん！誰もいないじゃん！誰も待っててくれなかったの？ふぅ、なんで？キャラが地味だから？そうなの？教えてお星様。新幹線で食べるお菓子は格別だな。美味しい。そうしてるとまるでガキにしか見えませんね。あ、なんか言ったか？いや、何も。さあ言いなさい。どこなの？お、五十嵐先生遅かったですね。点呼無事に終わりましたって。何が？ガッ！酒！酒はどこ？白状しなさい、この体育教師！いや、そんなこと言うのではないでしょ。酒はどこだっちの子だ！酒っていつもうるさいんですよ。うるさい！もうごちゃごちゃ言ってないでさっさと出せ！いや、ダメです！いや、ほら、もうあんたいつも決め言葉ばっか言ってんじゃないよ。酒、酒！こだわりのお酒を揃えております。目標破天！おつまみもスープ！ビールも日本酒もワインもブランデーも全部くださいな。お買い上げですか？いけません、五十嵐先生。修学旅行なんですからお酒は禁止です。話せこら、このバカ教師。旅と言ったら酒だろ。目の前に酒があるのに見逃せるか。だからダメだっての。お土産を買うにはまだ早いでしょ、五十嵐先生。お土産じゃなくて今必要なのよ。今飲まないと死ぬのよ。大げさだな。酒なんか飲まなくたって死にはしませんよ。取り揃えております。日本酒もそこらの居酒屋には引きを取らないですよ。まもなく終点京都です。本日は TR 西日本をご利用ください。ありがとう。ああ、殺人事件も爆弾騒ぎも起こらなかった。あ、秘密結社も謎の怪人も現れないなんて。ああ、はいはい、残念だったな。次の計画は新幹線。うるさいよ。よし、お前ら京都に着いたらバスに乗って奈良に移動だぞ。トイレ行くなら早くしろよ。はーい。ここが奈良ですか。なんていうか、その…って感じですね。どういう感じなんだよ、それは。つまり…って感じですね。鐘さえ鳴らせば奈良の古いお寺の雰囲気出せると思って…ダサ。ああ、もう分かったよ、すごいな。もうありません、待ったもんじゃない。わさびは辛くて苦手でしょ。わさびじゃなくてわびとさび。って、ベキ何飲んでるんだ？ああ、五十嵐先生が思ってた。これなんだ？おみきよ。神様の飲むお水なのよ。だってさ、レモン飲むか？甘くて美味しいぞ。はあ、ベッキーと一升瓶って似合わねえな。じゃなくて没収。あ、うん、
ッキー、これはお酒だ。先生、ちっちゃい子いじめるな。先生は偉いんだぞ。殴るな、落ち着け。早乙女、早乙女先生、ベッキーが、ベッキーが。ん、なんだ。カルロス。殴られた。片桐、お寺でふざけるんじゃない。しかもネタが分かりにくい。返せよ、もう頼む。ほら、宮本先生ももう顔赤っ。行きますよ。おいしいね。修学旅行も楽しいかもしれない。あら、ウサギさん、ここにいたの？探したわよ。あ、南條さん、どうしたですか？鹿せんべい食べます？遠慮しますわ。そうですか、じゃあ一人で食べます。緊張しているのね。今日はパーレン制覇チャンピオンとして初のアウェーでの防衛戦ですものね。無理はないわ。パードン。パーレン。でも今日は修学旅行じゃ。修学旅行とは仮の姿。さあ、一頭では物足りないと思ってたくさんの相手を用意したわ。あれは公園にいる鹿で戦ったりするものではないかと。マジモラボケーバーレバーではねー、行けますとこらー、行けますかなー、ほらー、なれてるわー。お前結構早いな、俺。あの大仏は芹沢さん。敵が来たわね。戦いの火蓋は切って落とされたわ。いい？雰囲気に飲まれてはダメよ。先手を取って相手をビビらせなさい。やっぱり予感通り。さあ、ゴングよ、お行きなさい。チャンピオンはロボウさん。あの、シカさん、こんにちは。ああ、こんにちは。で、違う、お前なんや、お前はよ、俺らの縄張り荒らす気か。めっそうもないです。うわー、鹿も鹿せんべい食ってんじゃねえかよ。鹿の前でそれをするた喧嘩売ってんのも同じやで。鹿せんべいは俺様鹿のもんで戦おうやないけ。鹿せんべいかけてよ。おらシカせんべいはもらってくで。あ、ウサギさん、一緒にシカにおせんべいあげません？シカ、怖いです。では、おせんべいだけでも食べますか？それ持ってるとシカにカツアゲされるんです。そうですか、大変ですね。大変なんです。よーよー、姉ちゃん、俺っち鹿なんだけどよ、今一人修学旅行生案内してやろうか。案内料は鹿せんべいでいいで。結構ですわ。鹿風情に案内していただかなくても自分で観光できますわ。なんやと？鹿が下手に出りゃ息になりやがって。おらっ、うわっ。犬神くん。女を殴るとはいい趣味じゃないな。ち、覚えとけよ。逃げたか。大丈夫か、南條。ありが、
別に助けてくださらなくてもよろしかったのに、全くおせっかいですわ。それはすまなかった。でもそうね、一応礼は言っておくわ。南條さんも素直じゃないっすね。私は今それどころじゃないんだっての。あ、鹿が来た。はーい、みんな集合。班長は班員が全員いるか確認して先生に報告してください。早乙女先生、五十嵐先生が見当たりませんが。五十嵐先生ならここです。ん、大仏じゃなかった、芹沢。おーおーおー、大仏さんよ。全然バラチクショ。お前、俺の酒が飲めねえってのかよ。自分武器を使ろう。おーおーおー、堅物気取ってんじゃねえぞこら。ほら飲め。あ、杉沢、そのまま相手をしてやってくれ。うわ、そんな。あの、早乙女先生、宮本先生もいません。ベッキーならさっき外国人観光ツアーに巻き込まれてあっちに行きました。何、立花、宮本先生は出来上がっちゃってるから目を離すなと言っただろ。めんどくさいんだよ。しょうがない、最後の手段だ。先生、変身脱破。よし、みんな行くぞって。こら、気を取り直して体育教師ターボ。ほら、フルアクセル。おー、早い早い、やるな体育教師。なんだよ、ソードメ。来てください、お前らも来るんだ。いいから来なさい。やめろ、人じゃない。おりゃ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 。宮本先生、面倒をかけないでください。お前らもだ。ってお、すまんすまん。まったく、先生、うちのクラスの先生もいません。何、どいつもこいつも、どこだ。おい、どこ行った。静かじゃのう。参りました。うん、そこまで悟りを開いていらっしゃるとは、さぞや名のあるお方とお見受けします。どうかお名前を教えてください。通りすがりの者じゃ、名乗る名など持ち合わせておらんよ。そんなこと言わずにお名前を。そうじゃの、わしの名は。魚。よう、よう、じじい、シカせんべい持ってへんかな。おとなしく出しやがれや。そしたら見逃したるで、おいぼれじじい。しかに、おいぼれと言われたくはない。まったく、しつけのなっていないしかじゃの。お、てめえは伝説。すごい。どりゃけそう。おらん、あの方は一体。あ、じじいだ。ダメじゃん、先生のくせに行方不明ってのは。
早乙女先生お疲れ。移動するぞ。ああ、着いたぞ、京都。お姉ちゃん、めんこいめらしこだのに、まんずいかすくいっぷりだな、はあ。まんずまんず。何が？んでば。さて、みんなはどこにいるのかな。終点、青森、青森。青森？寒い。寒いのは私の心？それとも私のキャラ？今日もいい天気だな。観光客がたくさん来そうだ。あ、枯山水、和みますね。ああ、そうでしょう、そうでしょう。私もやってみていいですか？あ、いや、それはちょっと困るんですが。そうですか。どうしても？どうしてもダメです。そうですか。まったくもう、忙しいんですから、あっちへ行って。でも、妹が…ぷいー！ぷいぷいぷい！ぷいー！ぐしゃぐしゃにした！子供のすることですから、多めに見てあげても。なんで知ってて見てるんですか？あなた保護者でしょ。もう観光客が来てしまう。おお、これが枯山水だな。うん、なるほど。すいません、これはですね、味があって奥が深いの。見ていると心が和むわい。芸術としてもかなりのもんだね。え、そうですか。お、言われてみれば結構いいかも。ブイー。あー、待ってくださーい。なんだありゃ。さあ、もう板はダメですよ。ブイー。ん？なんで一条の妹がいるんじゃ？いいじゃないですか、修学旅行なんですから。そうだな、修学旅行だからな。はあ、そういうもんかの。じゃあ、一年 D 組の皆さん、記念写真撮りますよ。私が合図するので目を開けていてくださいね。違いなどがありましたら今のうちですよ。犬神くん、あなたここに座ったら？いや、遠慮しとく。いいから座りなさいよ。おい、引っ張るなってば。はーい、パッパーと3枚撮りますからね。はーい、じー。どうかしましたかな？いや、変なものが見えるのですが、あれ、いよいよ目がおかしくなってきたかな。早く撮るっすよ。いや、でもそこに変なものが。面倒が起こる前に早く撮るっす。でも、じいさんの後ろに死神がいるんだよ。なんと死神がおると。じじい、振り返っちゃダメっす。さあ、撮影なさい。ほら、さっさと撮影しないと大変なことになるっすよ。はい。よし、なんとか記念撮影終了っす。このバカだよ。ジジイの背後に死神。なんて素敵な記念撮影なのかしら。またんか。捕まえてごらんなさい。このクラスってば、どうしてこうなのかしら。ん？カメラから芹沢は隠していたんだが。
うして観察しているだけでは退屈。あ、いや、ベホイミちゃんを守る役目は果たせないのでは。艦長、チャンスを待ちましょう。きっと、きっといつかこの努力が。そうだな、必ず我々が必要となる時が来る。はっ、その通りであります。モニターを監視し続けましょう。あ、艦長、ベホイミちゃんが。我らの出番か。ああ、大丈夫だったようですね。だ、ベホイミ、足元に気をつけたまえ。急ぐと転ぶぞ。ああ、大丈夫、ありがとうっす。か、ベホイミちゃんのピンチを救ったのは地球人か。我らは何もできないのか。無念だ。艦長、まだチャンスはあります。そのためにも我々は監視を続けましょう。ん、そうであった、そうだったな。どうしたことで、モニター画面が乱れたぞ。宇宙船の影響でしょうか。このままではベホイミちゃんの監視が危ぶまれる。お任せください、艦長。安定し次第探し出してみせます。うん、頼んだぞ。はあ、やっと宿に着いたわね。ああ、疲れた。荷物重かった。疲れたね。存分転がるぞ。ゴーロー、ゴーロー、ゴーロー。宮本先生、楽しそう。何やってるの？まだ酔っ払ってる？うるさいな。お前ら庶民には分かんないんだよ。本場の畳だぞ、本場の畳。お前ら知ってるか？関東と関西では畳の種類が違うんだぞ。特に京都の畳は畳に始まり畳に終わると言われるくらい、陰陽道や風水の影響を受けて作られてるんだぞ。そうなのか？いや、関東の人は家を建ててから畳を入れますが、京都の人は畳を買ってから家を建てるんです。そう、畳に合わせて家を作るのです。畳の良し悪しによってその後の家の発展具合なども変わってくるので、京都の人は陰陽師や風水師から良い畳を選んでもらうのです。特にジャパニーズサムライはその畳の陽気を浴びるために裸足で畳の上で稽古をしていました。今もその伝統は受け継がれています。それってただの剣道？ノーノー、大リーガーとして名高い星ピューマも幼い頃畳の上で野球の訓練をして息を自分の中に取り入れていたと自伝個人の星の中で書いていました。それって漫画なので、私はこうやって溶液を体の中に取り入れているのです。おー、すごい、なにこれ。京都の歩き方、京都グルメガイド、素晴らしき伝統の世界に。あー、こっちは八橋。そう、いつの間に買ったの。そうだっていいだろ。あー、さては畳のこともこのガイドブックに書いてあったな。いや、そんなデタラメ絶対書いてないから。うーん、書いて。うさぎさん、はい。一条さん、何を。こっちもこっちで何をやってるんだが、楽しそうでいいけどね。ご飯だご飯だ、嬉しいな。おお、一人一個ずつ小さい鍋がある。カリ鍋よかったね。ウサギにもお鍋があります。よかったですね。あんじゃ食べるか。もう少し嬉しそうにすれば。大好きな京都で天ぷらだよ。別に京都が大好きなわけじゃ。あんなにガイドブック買ってたくせに。そうだそうだ、ハーフなんだから半分くらい喜べば。半分くらいって。あー、天ぷら最高、超嬉しい。うわ、投げやり。あー、あー、あー、はいはい、今度はなんだ。いやー、カニ鍋じゃない。カニ、カニがどこ
にもいないよ。修学旅行でカニなんて出てくるわけないだろう。ああ、泣くな、鬱陶しい。せっかくの鍋がまずくなる。カニカマやるから黙れ。魔法。私の分もあげます。魔法。じゃあ私も。魔法か。ありがとう、みんな。うわー、嬉しい。嬉しいのかよ。だから泣くなと言ってるだろうか。両手いっぱいのカニカマだよ。ありがとう、みんな。残念だったな。何がよ。すっかり出るタイミングを逃してしまったな。カニの着ぐるみまで用意したのに。これが普段着なんだよ。その言い訳はどうだろうか。それ箸持てないだろう。うるさいな。じゃんけんにも弱いだろ。しいたけいただき。な、南條、お前な。あ、愉快愉快、みんな楽しく食べておるな。どれ、先生も好物の銀杏いただき。先生まで。何やつ。先生、突然何を。すっげえ、天井にお箸が突き刺さってるよ。くせ者の気配を感じてんな。中井さん、お箸をもう一膳くれないかの。負けませんわ、私だってそれぐらいできますわ。シャ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 、危ないっす。やっぱり。やめとけって、迷惑だから。わあ、よく寝た。はあ、今度こそ京都に着いたわ。みんな心配してるかな。広島、広島。広島？広島って京都のどこ？すいません、京都どこですか？タクシーで行けます？京都って言われても、ここは広島じゃけん。広島に京都はないんですか？なんで？なんでって言われてもな。みんなどこ？どこなの？ほら、お前らさっさと布団行け。ああ、私こんな広いところで寝るの初めて。私もだ。ベッキーじゃないけど、転がり回りたくなるかも。めんどくさいからやめろよな。お前ら、いつ始めるんだ？いつって、何を？あれだよ、あれ。修学旅行といったらあれに決まってるだろ。ほら、これこれ。枕？枕投げのこと？それだ！それそれ！ジャパニーズトラディショナル枕投げ！やらないのか？普通やるんだろ？ああ、先生と違って生徒は疲れてるんすよ。若くないんですから、勘弁してください。そうそう、枕投げなんて野蛮です。ウサギでパーレン制覇に出た人が言うセリフでは。かーい。そんな。よしよし。たくしょうがない。みんな、やってやろうぜ。楽しみにしてるんじゃしょうがないって。おーい、そこを通りかかった犬神と五十嵐先生、早乙女先生もやんない？なんか説明臭いセリフだな。やるやる。おー、いいわよ。じゃあ体育教師として審判を務めよう。 AB 組連合対 CD 組連合、お互い枕を持ってレディーゴー。レキコちゃん、行くわよ。返しますよ。あた、メガネずれた。よーいよーい。お前味方だろが。いや、2個ぶつけるのはずるい。おや。ちょっと、あなたたち味方を攻撃しちゃダメでしょ。そういう南條さんも味方攻撃しないで。懐かしいっす。あの日もパイナップルたちを避けて戦場を走り回ったっけ。そう、足元には地雷が埋まってて。
でっかい枕っす。わざわざ枕に化けなくても。おお、でかい的あったりやそう。おりゃあ、なんか敵味方大混戦の乱闘になってない？こんなもんですよ、枕投げなんて。大丈夫大丈夫、まだ死人も怪我人も出てないし。どれ、宮本先生の代わりに私が参入しよう。死人が出るの？目標花乙女戦艦ヤマト463号発射。うわ、集中砲火はずるいぞお前たち。それならこうだ、それそれそれ。ほら、楽しみにしてたジャパニーズ選手を枕投げなのに、お前ら真面目に枕投げろ。どんどんかい、どんどんかい、そらそら、どんかい。こうして修学旅行の夜は更けていくのですね。あー、わしもやりたい。お風呂、大浴場、泳いで泳いで。ダメだ。なんで？でっかいお風呂で泳がなくてどこで泳ぐのさ。あたかも常識みたいに嫌がって。どこの国で育てばそういう話になるんだ。バタフライは、バタフライはダメ。うるさいな。そんなに泳ぎたいなら30分間潜水でもしてろ。はーい。本当にやる気なのか。はあ、どうしましょう。どうしたんですか、南條さん。顔も赤いし。あ、まさか痴漢？違うの。何か取られたとか？うん。その、お風呂に水着で入ってはダメかしら。小学生か、あんた。だってだって、私、他の人と一緒にお風呂に入るなんて初めてなんですもの。銭湯とか行ったことないんですか？ありませんわ。ああ、私の完璧なボディを見て、みんなが自信を失ってしまわないか心配で心配で。余計なお世話だ！ああ、わしも入って流しっこしたい。考えただけで気絶しそうじゃ。一つ増えた首の影。それが乗っていたのは。お前だー！本当に驚いてる。もうやめろよ。うわ、べそかきそうだ。面白い。やめろってば。だって修学旅行って言えば夜の階段は百物語ってのが定番じゃん。楽しみにしてたベッキーへのサービスだよ。そんなサービスいらないってば。いやいや、修学旅行を堪能してもらわないと。それは私の家で起こった恐怖の出来事です。その日は私以外の家族は遠い親戚の法事で出かけていました。コンビニで弁当を買い、急いで帰ってくるとおかしいのです。朝、ちゃんと鍵をかけたはずなのに、ドアが開いているのです。泥棒だ、泥棒だ。最初は泥棒かと思って恐る恐る家の中に入りましたが、荒らされた形跡はありません。おかしいな、と思う私の元へ生温かい風と何とも言えない匂いが漂ってきました。その風と匂いは家の奥の方から流れてくるようでした。恐る恐る奥へと進んでいくと、女のすすり泣く声がその向こうからするではありませんか。驚いて声を上げそうになった私の前で、ゆっくりとそのドアが開き、白い女の手が、おいでおいでして。やめろー。今日、麩の味噌汁だよ。
玉ねぎも入れたのよ。入れた。ほらほら、知らない？恐怖の味噌汁って、恐できて、負の味噌汁なの。つまり、怪談に見せかけた、ほのぼのホームコメディーなわけよ。なるほど。よかった。で、そう聞くと怖くないでしょ？でもね、この話には裏話があって、ここに登場するフって、実は奥さんのフなんだって。ああ、新郎新婦って言うもんね。実はこれって、旦那の愛人が奥さんのところに乗り込んで、ギタギタの味噌汁にして、旦那に食べさせようとしたっていう、京都で実際にあった話を元にしてるらしいよ！だから、なんとも言えない匂い、なんだって。カチカチ山みたいだよね。あ、そうそう。この話を聞いたら5人に言いふらさないと、その愛人が包丁持ってやってくるってよ！全然怖くないじゃないか。では第3話は京都修学旅行編。おお、タイムリー。さすがレイちゃん。それは不幸な事故だった。楽しい修学旅行なのにクラスメイトが一人車にひかれ病院に運ばれたのだ。瀕死の重体と告げられ、生徒たちは旅館で知らせを待っていた。その夜、眠りについた女生徒の耳元に声がする。遊ばないの？遊ぼうよ。ねえ。枕投げしよう。楽しみにしてたでしょ？ドスッと枕元に投げ落とされたものは、枕よりずっと重い感じがした。こわごわと目をやると、そこには事故に遭った少女の血まみれの生首が自分の方を見ている。投げてよ、次はあなたの番だよ。なんでここに南條さんが？女生徒は気絶した。朝起きると枕元はぐっしょりと濡れて、なぜか枕が消えていた。答えてたら彼女の首は枕の代わりに持っていかれ、やめて！やめろ！では私が第4話をやるっす。あ、ベホイミちゃんまでなぜこの部屋に？もういいよ。京都に修学旅行にやってきた生徒の話っす。おお、またタイムリー。館長、監視し続けた甲斐がありました。ベホイミちゃんがいました。館長、理解不能。お、ベホイミちゃんか。はい、ベホイミちゃんが主役になっています。おお、皆がベホイミちゃんを注目している。監視を続行。もうやだよ。その日の夕方、旅館の部屋はたくさんの生徒がいるはずなのに、なぜか彼女は一人だったっす。外には真っ赤な夕焼け。彼女は買ってきた土産を手に窓から京都の景色を見ていたっす。すると窓の外に舞妓さんの姿が。京都だもんね。浮かんでいたっす。え、その部屋は4階でベランダもないっす。ねえ、この部屋も4階だよね。なあ、うちのかんざし知らへんか？ないと困んねん。うちのかんざしなくしてしもうた。かんざし。彼女の手には買った土産があった。あいにく
ダス。お土産に買ったばかりの花かんざしが。ベッキー、さっきかんざし買ってなかった？うさぎにやった。うさぎなのに。うちのかんざしやわ。うちのかんざしとったん、あんたさんやったん。浮かぶ舞妓さんの顔がみるみる血まみれになる。ぱっくりと割れた額から血があふれて、結い上げた髪はざんばらに。うちを殺したんもあんたさんや。舞妓さんは血みどろな姿でかんざしを振り上げ。もうやだー。わあ、ベッキーを泣かした。ひどーい。お前が始めたんだが。出番です。癒し系魔法少女ベホイミちゃん、ベッキーを癒して。ほら、変身してきて。ああ、そんな。来た。今こそベホイミちゃんのために開発した変身ビームを使う時だ。よかった、今度こそ無駄にならなくて。待っててください、ベホイミちゃん。変身ビーム照射。すごいな、ベホイミ。一瞬で着替えるとは、腕を上げたな。変身完了。癒し系魔法少女の登場です。なぜ変身。はい、続き。ほら先生、癒し系だから怖くない。かんざしがね、眼球にサクッと刺さっちゃったっす。やば、怖い。癒し系失敗だな、ベホイミ。失敗。失敗。ダメです、艦長。落ち込まずにベホイミちゃんを応援しましょう。おお、頑張れベホイミちゃん、我らがついている。ちょっと、セリザワや。はい。今その死神の格好で部屋に飛び込んだら、多分何人かひょっこしするぞ。ですよね。我々はそうして宇宙の新たなる謎を一つ知ることになったのだ。その謎とは、その謎とは。どー突然叫ばないでくださいよ、艦長。とてもじゃないが記録できん。地球にはなぜこんなに物理的不条理な生態が存在しうるのだ。地球って謎だらけですね。何言ってんの。幽霊なんてただのお話じゃん。地球人にとっては幽霊も宇宙人も同じレベルだよ。我々と同じレベルだと。理解不能ですね。宇宙人のくせに情けな。誰だ、この娘を拾ってきたのは。艦長です。太平洋の小島で泣いているのを。そうだったな。でさ、京都どっち。地球はそっちだ。じゃあっちだね。ワープラ2枚目に突入せよ。 CD を交換するのだ。誰かこの娘を黙らせろ。わー、この続きはデスクに。